どうも、シーンパクリ警察24時係長、まつちゃんです。はい、皆さん、イヴ・サンローランご存知ですか？まあ結構有名なコスメのブランドだったりとか、まあファッションブランドだったりとかすると思うんですけども、それすらもパクるってどういうことなんですか？今回イヴ・サンローランパクられていた商品、こちらファンデーションとリップです。で、今回私買ってみました。ですがこれだけだと説得力がないかなと思ったので、奮発して買ってまいりました。高かった、本当に高くってすごいびっくりしちゃってって言いそうだったでもやっぱりさ、みんなにもっと説得力をつけたいと思ったので、今回調べていきたいと思います。それではもうつべこべ言います。早速事情聴取に行きたいと思います。それではレッツゴーディン。じゃあとりあえずですね、ファンデーションパッケージ見ていきましょう。こちらがシーンで売られているファンデーション、こっちが、本当にイヴ・サンローランで売られているファンデーションです。で、一応カラーも同じ色にしてきたんですけど、意外と見た目は変わんないんじゃない？パッケージ自体のなんか意外と目立った変わりはないんだけど、わかる？シーンの方は SPF33、 本物は SPF23。 こんなんだったら全然シーンこういうの文の長さも全然違うね。何書いてあるかわかんないけど、翻訳機能入れなきゃいけないんだろ。おい、高さ違うんだけど、高さが全然違う。大きさは一緒だけど高さは全然違う。イヴ・サンローランの方の翻訳はコンパクトファンデーションですよって感じで、シーンの方のファンデーションはなんかすごい丁寧に細かく書いてある。じゃあ次リップの方ですね。なんかちなみにこれ1966っていうカラーみたいなんですけど、1966っていう色自体がクリスマスコフレでしか売ってないみたいなのを言われて、そもそもが違う。ちなみに後ろの表記は全然違くって、シーンの方は中国で、本物の方は英語で書かれてます。開けます。いい？ちょっと待って、本当に待って、ちょっと待って、どっちにしろすごいドキドキするんだけど。こんな高いものさ、人生でさ本当に数回しか数えられるぐらいしか買ったことないの。いい、本物開けるよ。いきます。うわっ、テンション上がるわ。ちゃんと後ろも韓国語で表記されてるし、英語もちゃんとついている。じゃあシーンの方開けていきます。こんなんね、雑でいいな。ぞこれ偽物です。なんかでもパッケージ自体にそんなに変わりもないんだけど、厚さが全然違うね。なんかすごいさ、めっちゃ違いがあるようには見えなくない？なんかフィルターが違ったなんかすごい、さっきから顔茶色いなと思ってたら顔の画質が違いました。失礼いたしました。次リップ見ていきましょう。まあ、リップがね、正直もうね、違いが全然違うんですよ。クリスマスコフレ本物の方から開けます。わー、えぐいて。次シーンの方こんな感じ、とりあえずこれでシールすら貼ってないみたいな感じですね。もう注意書きゼロみたいな。一応ね、彫られてる字のところも似た感じになってるっていう感じですね。すごい。じゃあファンデーションの本物のイヴ・サンローラン開けてきます。やー、あー、マジでさ、かっこよすぎ。わかる？やばくない？よし、こっちシーンです。いきまーす。せーの。あ、聞こえた。せーの。硬っ。スイッチ式なんですけど。本物は、もうこれ見て。ワンタッチっていうの、もうぽっかりだけど、これはボタンがあるわ。クッション、でかっ。シーンの方のクッションでかない？角がないの、丸い。色が後ろ全然違くて、中の形状は結構本当にうり二つって感じ。なんか白黒で反対、逆になんかおしゃれ。すいません、じゃあ開けてきます。ちょっと待って、一緒にこの快感味わおう。高いもん。せーの。うわー、ついてないの嬉しい。偽物開けます。いきまーす。せーの。まあ、言うてね、べったりついてるわ。これがもう、これがもう格差よ。あとね、クッションファンデのね、細かさが全然違うの。きめ細かいのかな？すごい綺麗。匂いはね、匂い？くっそー！めっちゃ匂い。
なんかトラックがガスをフリャーンってやった時に、なんか後から香る匂い。手につけていこうか。いい、手つけます。本物から失礼します。ポン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 、こんだけつけます。結構ちゃんとしっかりつくね、こんだけでも。すごい綺麗。偽物を右こっちにつけようかな。あ、しっかりでもちゃんとつくね。いくよ。残るかな。あ、でもカバー力は多分本物の方がもちろんいいね。次、第2ステージ。じゃあ本物いきます。せーの、せーの。あー、まあかすかに取れてはいるかなって感じじゃない。じゃあ偽物いきますね。どうすんの、こっちの方がさ、あんま取れんかったら。いくよ。え、そしたらもうそれはそれで気まずいよ、本当に。いきます。いい、せーの。え、もう取れてないかもしれない。え、C の取れてないんだけど。え、気まずいじゃん。ちょっと一応こすっとくか。続きまして、リップよ。値段もね、そんな変わらんかった。ファンデーション自体は多分3、4000円ぐらい安いんだけど、多分リップはほんと1000円ぐらいしか全然変わらなかったです。じゃあ本物、まず。手につけていきます。本物、え、めっちゃ可愛くないこの色。偽物を隣につけてみます。うわ、緊張する。頼むよ。せーの、2回。あ、全然わからんな。なんかちょっとツヤ感があるのがシーンなのかもしんないね。めっちゃ色可愛くない。え、普通に可愛いよね。これぐらいだったら許せちゃうよね。匂い気になるわ。え、待って、めっちゃいい匂いするねんけど。偽物さん、あ、匂いはね、あんま変わんないけど、偽物の方が匂いが薄いかなって感じ。ティッシュ使いますか。私も本当にミスりそう。怖い。いくよ。せーの。1、2、3、4、5。オッケー。いきます。せーの。こっちが本物、こっちが偽物。そんな変わんないよ。でも、やっぱり、本物には本物の、良さがちゃんと分かりやすく残ったんじゃないかなって思いました。これは確実に